今回はラディオンの設定を初期化する方法について解説を行います。ラディオンを初期化するにあたってはエコスマートライブ上でラディオンが認識されている場合とエコスマートライブ上でラディオンが認識されていない場合の2つのケースが考えられますので、それぞれの場合について解説を行います。まずエコスマートライブ上でラディオンが問題なく認識されている場合は、一番上のデバイスという項目をクリックします。すると認識されているラディオンがこのように表示されますので、歯車のアイコンをクリックしてください。すると開くメニューにファクトリーリセットという項目がありますので押します。すると本当にファクトリーリセットを行いますかという確認が出ますので、イエスを選択してください。一方エコスマートライブ上でラディオンが認識されない場合はコネクションマネージャーを使用します。その際必ずラディオンとパソコンが USB ケーブルでつながれていること、またコネクションマネージャー上でこのようにラディオンコネクティッドというふうにラディオンが認識されていることをあらかじめ確認してください。実際にファクトリーリセットを行うには、ここにある USB ラディオンという項目にマウスポインターを合わせファクトリーリセットというこの項目を実行します。ここでも本当に初期化を行いますかというメッセージが出てくるので、行う場合ははいを押してください。